今日もお疲れ様でした。キャラです。今回は今までね、あんまり気にしていなかった進捗をやっていこうかなと思います。では早速行きましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで進捗ですよ、進捗。でね、その前にですよ、報告があるんです。ということでちょっと行ってみましょう。そう、今回はね、嬉しい報告があるんですよ。もうね、やり残したこととしてね、ほんとこれが気になってたの。でね、でね、見て。青いウパルパ、やっと出たんですよ。やっと来ましたよ。待って。よいしょ。青、こんな感じ。そう、やっとですよ、やっと。でね、これもね、出してる時にね、全然生まれたの気がつかなくて、まだ出ないなーって思ってね、増やしていたらね、目の前をスイーって青い子が泳いでたんです。しかも大人の子が。大人になるまでね、全然気づかなかったんですけど、やっとね、出たんですよ。嬉しくて。早速ね、こっちに連れて帰ってきたんです。でね、もう一人ね、青い子生まれてるので、もうね、これでね、大人になってくれたら、青い子が多分いくらでも増やせるはず。やったーと思って、報告。ということで、このワールドでのやり残しも一つ終わりました。もうね、ほんとずっと気になってたのをやらなきゃと思って。で、やってもなかなか出なくって、ほんとね、どうしようかと思ってた。あれ、入んない。ね、入んないよ。もうちょっとでも青い子増やしたいですよね。入らない入らないけど、まあいいや。ってことで報告終わりでですよ、進捗なんですけどね、進捗だいぶねやってはいるんですけど、こうやってちょっとずつねないのがあるんですよね。なのでここら辺をね、まあ、できないやつもありますよ、今のこれみたいに。ここら辺はちょっと難しいですけど、できるものをね、なるべく終わらせたいなと思ってます。そう、どうかな、終わるかな。これもまだやってね、これもやってもいいかもしれないよね。これ最後やってもいいかなって思います。でね、ここら辺やってない。でですよ、あのね、一個ものすごく気になるのがあるんです。でね、見て、モンスター狩りの達人。あと3匹倒してないらしいんですよね。これがね、わからないの。1匹はゾグリンだと思うんですよ。ゾグリンと、あとは、雪のバイオムにいるストレイン。多分ストレイン倒してないんじゃないかなーって思うんですけど。で、あともう1種類なんです。もう1種類。これがね、わからないの。これをね、今日はクリアしたいなって思ってはいるんですけど、ちょっとわからないけど。ちょっと頑張っていってみましょう。ということで、まずはゾグリンからいこうかな。わかってるからね。ゾグリンはね、倒してないはず。ということで、行ってきたいと思います。あった、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 あった。ここに作ればいいんじゃない？
よいしょ、ここに作ってちょうどいるから。で、来ない来ない、何ダメなの、え、なんで、え、緑キノコなくない、あった、あ、いててててて、待って、なんでなんでなんで、ここダメ、さあトロッコに乗ってくれるかな、よいしょ、チャレンジしてみましょう、あれね、何もいなくなっちゃった待って、どこ行った、倒された、倒されたなぁ、ねえ、豚肉にされちゃってる待って待って、どこに行ったかな、どっかいない、乗る、乗らない、待ってね、なんでねダメ、邪魔しちゃう、ね、乗ら、乗って、乗ってほしいよ、ちょっと、ちょっと乗ってみようかね、ちょっと乗ってみない、よいしょ、ね、こんな、ね、こんなあれなんだけど、あ、乗った乗った、えらいえらいぞー、あ、待って待って、ちょちょちょ、待って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 、あーねー、ま、待って、なんでえ、待って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 、これダメ、めり込むの、難しい、難しいよ、え、動かない、あ、動いた動いた動いた、やっといった、え、ちょっと待って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 、これがダメ、あー、もう、うー、難しい、どうやったらいけるんだろうね、すんなりいかないよ、え、ね、これってこんな難しかったの、あ、いいこと考えた、一回とととと、ねえー一回ちょっと、もう少し下に作りましょう、これで落とし穴を作っちゃおう、そう、ホグリンがね、ネザーゲートも怖がっちゃうので逃げちゃうんですよね、あー、ということでちょっと別の方法を考えましょう、でですよ、2段あったら上がれないよね、多分ね。で、ここに一旦落として、それから考えましょう。はいはい。入るかな？入って入って、入って入って。よし。入ったー。はぁ。あ、間違え、ごめん、間違えた。ダメ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 。危ない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 危
箱を開けるのが怖い。いた。待って、いやー、また、はい、もう、ピグリンに落とされた。ひどくない？金装備持っていこう。あともうちょっとだったのに。ねえ、逃げられてないかな。ねえ、そのエリトラは私のの気がするよ。ないでよ。ねえ、もう倒しちゃった。もう、また集めなきゃ。あー、悔しい。もう、よし、じゃあ今度こそ倒したい。で、上見えないようにしとこうかな。で、つける。行ったんじゃない？今一人行った気がするけどな。で、ここに、よいしょ、行ってない。ここに緑キノコを植える。で、すると全部行った。で、待って、ちょっと待って待って、倒したい、倒さして、待って、今倒したけどこれでいけない。進捗で、どれだっけ、冒険でしょ、これ。32、よし、来た、あと2になりましたよ。さあ、あと2何？いや、よかった、帰ってきてくれて。はぁ、やっとできたー。ということで、1個完了でーす。はぁ、長かった。大変だった。ほんと大変だったよ、もう。いや、でもやり方は分かった。このやり方の方が良かった。あの、本当にトロッコはね、乗らなかった。ということで、一旦帰りましょう。でね、あともう一個なんです。もう一個じゃない、あと二個でしょ。で、あと二個で、もう一個がストレイだと思うんですよ。で、もう一個がね、さっきレール敷いてて思い出したの。もしかしたら洞窟雲、もしかしたら洞窟雲かもしれない。そんな気がする。怖いからって多分言ってない気がする。ということで、まずは雪山行って、ストレイ、雪原かな、雪原に行ってストレイ見つけていきましょう。あー、夜になってきちゃう。雪原、
あ、雪来た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 、雪来ましたよ。来た。これアストレイいるんじゃない、出るんじゃない。さあ、ここら辺でちょっと待とうかな。ストレイは？あ、いた。よし。さあ、これで進捗？来た！ 33！ よし、あと1個。あれね、もうちょっと近くにあったよ。あれ、帰り道にあるんだけど。おかしいな。そうそうそう、このね。あ、ほら、ネザーゲートある。そうそうそう、樹氷のとこあったと思ったの。さっきなんで出てこなかったの？おかしくない？なんでかな？よし、じゃあ今度はあっちの方ですね。向こうの方行ってみましょう。多分目下がった。多分です、多分。あった気がするんだけどな。あるといいな。ね、メサみたいに外にね、廃校が分かるように出てくれてると楽なんだけどね。助かるんだけど、さすがに無理だよね。あ、砂漠来た。砂漠、砂漠やっと来ましたよ。よし、これでメサが会ってくれたらいい。メサ、メサが欲しいんだ。メサに変わってほしい。くるくる、メサ。メサも来ない、このまま。来たー、メサ来たー。よし、これで、これで廃校です、廃校。ね、なんか今すっごいゾンビいたんだけど。さあ、これで廃校を探す。わかんない。あった、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 来た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 よ。来ましたよ、廃校。あった。よし、これでクモスポナーを見つければ OK じゃない。クモ、クモスポナー、クモスポナー、今日だけ出てきてくれると嬉しいよ。いつもは、いつもいらないです。違うな。どっかない？またあった。ここら辺ある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 。見て、ここら辺まだあるあるある。廃校発見、あるよあるよ。さあ、クモ、クモスポナー、クモスポナーもあると嬉しいよ。違う、スケルトンじゃないの。怖っ。あ、ねえ、しょ、雲の声聞こえた。あったかも。来たよ、来た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 。さあ、これ倒しましょう。え、違う？違う？あれ、今、今あった。あったよね、多分。これそうじゃないの？来たんじゃない？さあ、湧く？あ、来た。来た、モンスター狩りの達人来ました。来た。帰りたい。痛い。来たよ、来た来た。いや、やっぱり洞窟雲だったよ。
ね、帰りたい帰りたい、あったー、あ、待った、違う、やだ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 、痛い、いっぱい追ってきた、痛い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 、やだ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 、あーよかった、危なかった、いや視点変えてたら危なかった危険。さあちょっと一旦寝て、あーよかったよ、見つけられたよ、よし、モンスター狩りの達人クリアです、やったやったー、いやーなかなかメサ見つからなくてね、すごい困りましたけど、なんとか見つかってクリアできてよかったです。ねえ、私このワールドを2年以上やってるのに一回も洞窟グモ倒してなかったみたいですもうね、廃校苦手なんですよね。ねえ、でもよかった、なんとかクリアできて。ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。じゃあ次回は他の進捗もね、いろいろクリアしていこうかなって思います。ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などポチッとしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。